どうもゆっくり霊夢です。オラオラオラー、最近、ウケツさんという白い仮面をかぶった、謎の YouTuber を見て癒されているマリサだぜ。うんうん、少し気持ち悪いけど気になってしまう YouTuber だけど、動画は人気で、最近映画化される人だよね。そんな、マリサのお気に入りのキモおもろい YouTuber はさておき、今回は大阪南のアウトローであり、テポドンという異名を取る男の壮絶なアウトロー人生について解説をしていくよ。今回は大阪南のアウトローな人物なんだ。なんかシュッとして男前だし、楽しみだな。テポドンというぶっ飛んだ異名も気になるし、ぜひ、解説をよろしくなんだぜ。ゆっくりしていってねー。大阪の一番の繁華街といえば、北と南と言われるエリアに分かれ、それは大阪の、梅田と難波という地域になり、北は梅田で、主に大阪駅や北新地などがあり、南は難波駅を周辺にアメリカ村や道頓堀などがあり、比較的南は若者が多い町とも言えるんだよね。大阪の南や北という地域は、関東の人でも聞いたことのある有名な地域だよな。大阪のアウトローといえば、半グレ集団のような感じなのかな。そうだね、東京の方では、関東連合の壊滅により半グレは衰退したと言えるんだけど、大阪では半グレ集団がチームを組み、主に夜の街の利権を争い抗争を繰り広げているんだよね。なるほど、大阪にも夜のお店は多いし、半グレも暗躍しているんだな。大阪の半グレを語る上で、必ず名前の上がるのは、山根真一と剣門と呼ばれる相良正幸であり、まず山根真一は地下格闘技団体の、つわものを創設した人物で、その、つわものは半グレ集団として、活動していたこともあり、その幹部として所属していた剣門は、その後アウトセブンと言われる、半グレ集団を創設すると、そこから多くのチームが派生し、剣門グループ、と呼ばれていたんだ。じゃあ、今回の吉光雄介も、この二人に関係しているのかな。剣門こと相良正幸とは、相方と呼び合うほどの中で、吉光雄介は剣門グループの実質的ナンバー2の、幹部を担っており、よく行動も共にしていたと言われていたんだよね。この二人が南の街を歩いてくると、結構恐ろしいんだぜ。剣門グループは、南では最大の半グレグループと言われ、他の地域から進出してきたり、新興グループなどは、この二人の許可が必要だったと言われ、南の半グレグループを、取り仕切る存在と言っても過言ではなかったんだよね。南では結構幅を利かせていたグループだったんだな。大阪南を代表するアウトローは、身長も高くスタイル抜群であり、パリッとしたスーツを着こなし、グラサンを決め、俳優と言われても納得しそうないでたちで、20代の時に刑務所に入った時にも、ちょっとした芸能人のような扱いだったと話していたんだよね。うんうん、確かにかっこいいし、インテリっぽいんだぜ。吉光雄介の老いたちとは、幼い頃に両親が離婚しており、離婚後は母親が女で一つで育てていたが、離婚してからは一気にどん底の生活になったといい、母親は夜の街で水商売を始め、夜は兄弟3人で肩を寄せ合い、よくカップラーメンをすすっていたそうなんだよね。なるほど、家庭環境の悪化により、不良になったパターンなのかな。そんな家庭環境であったので、中学になっても弁当が持っていけず、学校には昼ご飯が終わった頃に、行っていたそうで、友達からはそんな家庭環境をバカにされることもあったが、この生活から抜け出し、大人になったら絶対に見返すと心に誓ったそうなんだ。なんという反骨心なんだ。そして、育ててくれた母親の力になって助けたいとも思うようになり、吉光雄介は夜の街で、働くようになり、初めて大阪南の街に足を踏み入れた時は、夜のネオンが、とてもキラキラして見えて、働くまでは地元で黒ギャングのチームに入っていたが、夜の街で働く時にギャングからは、足を洗ったそうなんだよね。世話になった母親を助けるために、ギャングから足を洗って働き出すとはいい子やん。南では、キャバクラのボーイやバーテンをはじめ、とにかく売り上げを上げるために酒を飲みまくっていたと、当時のことを話しており、夜の街では出会いも多く、酒を毎日のように飲みまくっているうちに、いろいろな問題も起こり、荒れた生活を送っていたそうなんだよね。夜の街では、問題も多かっただろうにな。吉光雄介は、酒癖が悪かったせいもあり、酒によっては喧嘩を繰り返し、逮捕されることもあったが、相手に示談を持ちかけ解決させていたそうで、しかしお店に立てば俳優並みのルックスと話術で、人気を博し、お店では順調に売り上げも積み重ねていくんだ。夜の街では、ちょっと悪いのがモテるんだな。
18歳から南で働く始め、成人式には運転手付きのベンツで乗りつけたといい、中学の時の願望は叶えることはできたが、中学の同級生からは目も合わせてくれなく、みんなビビっていたそうなんだ。成人式に運転手付きのベンツって、もう裏の人間確定やもんな。吉光雄介は、そんな同級生からの冷ややかな目など気にすることはなく、夜の世界で生き抜いていくと、決意すると、それからはより派手に飲むようになり、周りからかっこいいと呼ばれるように、良い服を着ていいものを食べて、それを SNS で発信するということを続けたんだ。夜の街でてっぺん目指すのも大変なんだな。そんな生活を繰り返すことで、毎日のように酒で記憶をなくし、喧嘩したり揉め事も多くなると、警察からもマークされる存在にもなり、ついに逮捕されてしまい、その後の人生を見つめ直す機会にもなったんだ。とうとう、逮捕されてしまったのか。まあ、毎晩のように記憶をなくすとそうなるよな。吉光雄介は、20代になると2度逮捕されており、1度目は敵対チームと揉めている時に、後輩が3対1でやられている状況だったので加勢して逮捕されてしまい、その時の自分は全く悪いとは思わず、服役中も反省することなく、出所してからのことばかりを考えていたそうなんだ。まあ、暴力はいけないけど、後輩を助けたのに逮捕されたことが不服だったのかな。一度目の逮捕の時にはお店を何軒も任されるほどにもなっていたので、出所時にはお店の仲間が、40人ほどは出迎えに来てくれたといい、その後も派手に飲んでは揉め事を続けていると、あの NHK から、半グレ特集として取材をしたいという依頼があったんだよね。そういえば、この NHK の特集番組は、アンダーグラウンド界でも話題になっていたよな。この放送は、あの相方のケンムンこと相良正幸と共に出演して反響を呼んだが、それはアンダーグラウンド界だけではなく、当然警察関係者も見ており、これを見た。警察幹部は半グレがあたかも良いもので、かっこよく描かれ悪影響を与えると、怒りを買うことになり、警察は何かに理由をつけて、吉光雄介を逮捕するように仕向けたんだ。これは、警察の威信を保つためというわけなんだな。その後警察からガサ入れが入り、お店内での金銭トラブルを恐喝として取られ逮捕。留置場に入れられ、結局その一件では起訴はされずに済んだが、その後もお店の揉め事を収めるために、相手側と示談交渉をしたことが脅迫と取られ再逮捕、これも不起訴に終わるというやり取りが続いたんだ。もう、警察は何が何でも逮捕したいみたいだな。交流中に弁護士とも相談し、警察はどんな手を使ってでも起訴に持ち込む気なので、こうなればできるだけ刑の小さな事件で認めることにしたと話し、結局示談交渉の時の強要罪を認め、2度目の刑務所生活に入ることになったんだよね。警察に睨まれると逃れることはできないんだよな。しかし、今回の刑務所では今までの人生を見つめ直すことができたと話しており、これ以上、吉光雄介に関わると逮捕されると懸念され、今までいた仲間はほとんど離れていったそうで、いかに周りから持ち上げられ、裸の王様だったのかを痛感したと語っていたんだよね。なるほど、警察からマークされるとそうなってしまうよな。逮捕される前には、独立して飲食店やエステ店など自身のお店を経営していたんだけど、そのお店も刑務所に収監される前に全て閉店したと話し、あのテレビ取材によって、その後の人生が大きく変わったと言えるんだよね。まあ、ちょっと災難だったけど、人生を見つめ直すことができたのならよかったな。アビス、とは大阪の京橋という地域を拠点としている新興勢力の半グレグループで、南のヒトラーの異名を持つリーダーで、チーム内では絶対的権力を持ち、そのカリスマ性あるリーダーをもとに、構成されている半グレグループと言われていたんだ。大阪には、いろいろな半グレチームが点在しているんだな。もともと、このアビスというチームは、吉光雄介や相良正幸が在籍していた。ケンムングループとは友好関係にあり、ハングレグループを取り仕切っている、彼らにも挨拶に出向いて、共に切磋琢磨したいと話しており、敵対意識はなかったと言われていたんだよね。そうなんだ、じゃあ仲良くなってから裏切るタイプなのかな。アビスは、手軽に稼げるぼったくりバーをこれまでに、10件ほど出店しており、そのケツ持ちには、山口組の二次団体がついていると言われ、そのケツ持ちからの入れ知恵により、ケンムングループから島を奪い、さらなる勢力拡大を目論んでいたんだよね。夜の街の利権争いに、ケツ持ちが絡んできたパターンというわけだな。まずは、ケンムンを罠にはめるために食事会という名目で誘い出し、アビス側のお店とホステスで出迎え、ケンムンを記憶がなくなるほど酒に弱し、後日ホステスがケンムンに暴行されたと被害届を出させると、
警察もここぞとばかり、ケンムンの逮捕に乗り出したんだよね。マジか、なんという汚いやり方なんや。この一件でリーダーであるケンムンが逮捕されてしまい、それに激高した吉光雄介もアビス側に乗り込んで暴れたことで逮捕されると、両リーダー不在のケンムングループは弱体化してしまい、その間にアビスは、ぼったくりバーの勢力を拡大させることに成功したんだよね。結構、大阪でも半グレが大暴れしていたんだな。その後、ケンムンは現在も収監中であり、吉光雄介は出所してから半グレグループから足を洗い、現在は自身のブランドのアパレルを展開したり、アウトロー系 YouTuber としても活躍しており、テコドンのように手のつけられない吉光雄介はもういなく、アビスの方も、その後ぼったくりバーが、規制され壊滅作戦と共に衰退することになったんだよね。半グレから足を洗ったということなら、今後は YouTuber として盛り上げてほしいもんだぜ。というわけで、今回は南のアウトロー、テコドンこと吉光雄介について解説をしたよ。今後もアンダーグラウンドで起こる事件や抗争、アウトローな人物も取り上げていきますね。次回もよろしくお願いします。この動画の感想や、次回のリクエストなど、お気軽にコメントからどうぞ。それとチャンネル登録が、まだの人はよろしくだぜ。